人を育てるのっていうのは環境がすごく大事だなって思います。自分は本当にそんなに強くないので一人じゃ頑張れない、多分ちょっとサボったりとかそういうところもしてしまう人間だったんですけど、みんなが頑張ってるから頑張らなきゃいけない、そういう環境を自分はに恵まれてここまで来れた。多分私も本村選手のように逆境に負けない強い心は持ち、周りの原動力になれるような素晴らしい人間になりたいと思っています。今日は本当にありがとうございました。